フォーラーベイカレッジの古い建物。春光年不詳。シエラレオネ大学は、シエラレオネにある他人性公立大学システムである。1827年2月に設立されたアフリカ最古の大学である。2005年5月現在、シエラレオネ大学は、フォーラーベイカレッジとんじゃら大学有個別のカレッジから構成されている。この大学の起源は、シエラレオネ総督。 チャールズ・マッカーシーの支援を受けて、英国聖公会・宣教協会が聖公会のミッションスクールとして設立した、フォーラーベイ・カレッジである。西アフリカ発の司教となったサミュエル・アジャイ・クラウザーは、フォーラーベイ・カレッジの第1期生の一人である。フォーラーベイ・カレッジはすぐに、イギリス領西アフリカで高等教育を受けようとするクリオや、その他のアフリカ人を引きつける存在となった。その中には、 ナイジェリア人、ガーナ人、コートジボワール人なども含まれ、卒業生は特に進学や教育の分野で活躍した。この大学は西アフリカ発の西洋式大学である。植民地時代のフリータウンは、この大学への敬意を込めて西アフリカのアテネと呼ばれていた。ありがとうございます。